が開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。早速先に進もうかの。行くぞい。私は時の番人、時の行く末を見守る者。時の番人？あんたは一体何者なんだ？私は何者でもありません。ただ時の流れを見守るだけの存在。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。
この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。その時のオーブの力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。ですがあなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか？覚悟だと？どういうことだ？時のオーブとは失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ全てが過去に巻き戻るのです。仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求める、あなたたちがしようとしているのは世界にとって大きな選択なのです。お姉様を復活させるにはこの世界ごと時を巻き戻すことになる。世界ごと過去に戻る。もしかすると、あ、いや、しかし、もしその話が本当だとしたら、大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトゼタシアの全てを今度こそ救えるかもしれんぞい。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、あなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。もし世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。時のオーブを壊すには全てを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。そのような力はおそらくこの世界で一つしかありません。それはあなたの持つ勇者の力です。あなた、名前は？そうなのですね。あなたが持つその勇者の剣をもってすれば時のオーブも砕くことができるはず。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのはあなただけなのです。ちょっと待てよ、過去に戻ったこいつはまたここに戻って来られるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻って来られないでしょう。それに壊れた時のオーブが暴走すれば、ねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれない。時の渦に飲まれてしまったら、彼は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんな、かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。あなた自身もどうなるかわからない。
それでもあなたには失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか？この選択はあなたが決めるのです。覚悟ができたら時のオーブが待つ時の祭壇へ。ごめんなさい。でもあなたを行かせるわけにはいきません。負けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ？だったら、もう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手で、もう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。行きなさい。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。覚悟を決めたのですね。では、私の知り得る限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのは、おそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊したとき、あなたたちの持ち物と袋の中身は、この悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを、過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に、今装備している勇者の剣は、壊れてしまうかもしれませんが、あなたはかつて勇者の剣だった
魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知りうることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、時のオーブの前へどうぞ。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。前へ。待ってくれ。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。モン・グレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。あなたなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。だからまた私のこと探し出してくれますか？さあ、時は満ちました。今こそ、過ぎ去りし時へ。
災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。俺は信じるぞ、勇者の奇跡ってやつは。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。行きましょう。ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。どうかウルノーガなる者を討ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。